はい、こんにちは、マスターです。イエイってことですね。今日はですね、違う場所から送っていきたいと思います。いつもですね、ビデオを見てくださって本当にありがとうございます。さて、今日はこれはどこなのかというとですね、成田空港になるんですけれども、後ろにですね、スターバックスがあって今これを撮ってるんですけれども、ですね、今からですね、どこに行くんだってことなんですけれども、ここですねに行っていきたいと思います。わかりますかね、ここ。だんだん分かりやすくなってきますけど、だんだん分かってきましたね。多分もう最後の見たらですね、ああここだと思いますけれども、アラスカですねにですね行っていきたいと思います。今回はですね、仕事の旅でですね行ってみたいと思いますけども、極寒の地ということでですね、だいぶんと着込んでますけれどもでもだいぶんとね、極寒で、東京でさえも結構寒い、こう千葉ですけれども寒いんですけども、半袖の外国人たちがですね、結構うようよいますけれども、今日はですね、なぜですねこのビデオを撮ったのかといったらですね、これを見てるあなたもですね、仕事をですねしてると思いますけれども、僕自身はですね、定期的に海外にいてですね、なんですかね、海外旅行って言ったらですね、すごい娯楽のようですけれども、海外に行って違う土地でですね、違う人に会ってですね、違う空気を吸ってくる。ちなみにですね、アラスカの初めて、行かせてもらうんですけれども、アラスカってどんな土地か全然よくわからない。人に会いに行くんですけれども、なんていうんですかね、ジェット機で、オーロラに突っ込んでいくみたいなそんな感じプラスですね、撮影プラスですね、今回はですね、たくさんですね、本を持ってきたんですけれども、こういう神様とのシャーデリーとかですね、サラリーマン金太郎ですね、全巻持ってきてやりましたけれどもはい、漫画界をって話ですけれども、漫画はですね結構僕はロマンがあっていいと思います。違う土地に行ってですね、違う空気を吸ってですね、違う人たちとですねお話しするっていうのはとてもですね効果的です。普段のですね、なんていうんですかね、空気に触れない、殺伐とした東京の空気に触れなくてですね、海外に行くってことなんで、ものすごくですね楽しみにしてるんですけれども、定期的にですね、あなたもですね、旅に行くことをですね、おすすめしたいと思います。海外旅行って言ったらですね、ただ単に楽しむみたいな感じがありますけれども、やっぱりですね、同じことやってても違う場所でするときとですね、もう全然ですね、やっぱりこう仕事のはかどり方が違うしですね、そこで感じることもたくさんあると思います。何よりもですね、やっぱりこの人生を変えるって言ったらすごい大げさかもしれませんけれども、人生を変えていくのはですね、人との出会いがあるんじゃないかなと思いますんで、いろんなところに行っていろんな人に出会う、そしてそこにですね勉強していくっていうことはですね、とてもいいことだと思いますんで、ぜひですね、海外旅行とかですね、違うところにですね行ってみてはどうかなと思います。取り留めのないですねビデオですけれども、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。約10日間ですね、旅に行ってきますけれども、またですね近々お会いしたいと思います。では、こんな感じで今日は終わっていきたいと思います。では行ってまいります。さよなら。